橋本圭一は日本の音楽プロデューサー。ポップカルチャーフェス、ジャム総合プロデューサー、音楽レーベル、ミュージック、ノートプロデューサー、番組スーパーアバイザーなどを務める。現在は全国でライブハウスを経営するソニーミュージックグループのゼップライブエンターテインメント社企画制作部、チーフプロデューサー。東京都板橋区出身。日本大学法学部卒業。 1967年、東京都板橋区生まれ、中高生の時は大手芸能事務所に所属し、タレントを目指していた。日本大学法学部卒業後、キャノン販売の代理店へ。ここで、マッキントッシュ販売の仕事をしているうちに、多くのグラフィックデザイナーと縁がつながり、1993年、26歳でソニーミュージックコミュニケーションズに入社。 ビーインググループやトイズファクトリーなどメーカー販促業務をサポートするようになる。ザード、揺れる思いが最初の仕事となり、以降、ビーズ、大国巻、マイ・リトル・ラバー、スピードなどを担当。1998年頃からはビジュアルプロデューサーとして、ソフィア、綾香カ、ケツメイシ、ザイナズマ戦隊などを担当した。2010年2月、 ソニーミュージックエンターテインメントに新設されたライブエンターテインメント事業部へ移動。初めてライブ運営に携わるようになる。同年11月、年間5万人を動員するカルチャーフェス、ジャムの前身となるアニソンやアイドルなどが融合するオタジャムを開催した。その後、大規模アイドルイベントである 東京アイドルフェスティバルが2013年夏時点で来年の開催が未定と聞き、翌2014年、その受け皿となるような大規模アイドルフェス、ジャムエキスポを初開催した。横浜アリーナに出演者120組以上、入場者数1万人以上を集め、東京アイドルフェスティバルに肩を並べる規模のアイドルフェスとなった。2018年、タワーレコードとジャムが、 共同運営するアイドルアニソンポップカルチャーレーベルミュージックノートを設立し、レーベルプロデューサーを担当。2019年東京アイドルフェスティバル201910周年企画のレコメンダーとして選出された。2021年初めての著書アットジャム日本一のアイドルイベントをゼロから育てた10年間が発売。 ソニーミュージックに勤める橋本が、イベントやフェスの企画制作を行う部門に移動し、アイドルに関わる経緯とジャムを立ち上げてからの10年の歴史を一冊の本にまとめた。あやかスパイエール松下優也、ありがとうございます。